はいどうも、ひろみでございます。久々のジムに行くんでございます。今日は何をするかと言いますとですね、このジムに行くにくっつける新しいちょっとアイテムをですね手に入れたので、皆さんにちょっとお見せしようと、このジムに行くね、これ一応ね1メンバーとかもついてるので、まあ引っ張れるようにもなってます。なのでこのジムニー君にくっつけて引っ張ったら可愛いんじゃないかっていうのをね見つけましたんでご紹介しましょう。こちらでございます。じゃんね、これ可愛くね、これね、これトラックになってるんですよ。もうねこれ可愛いでしょ。こういうの紹介するとなんか俺こういうとこからなんかもらってんじゃないかって思うでしょ。買ってんのよ。はいね、これ可愛いからちょっとねいい感じにこれを引っ張ったらなんかジムニー君と合うんじゃないんですかっていうね。なので今回ねこのトラックなんだけど、このトラックで結構いろんな荷物、キャンプ道具も今やねテントだなんだタープだもう山ほど引っ越しのようなあのキャンプになってるので、もしそういう場合もね荷物いっぱい詰めるし、これなんと軽なので登録も簡単だし、道幅もあの普通のところでも楽勝で取れるし、すごく便利だと思います。なのでこれをねちょっと買ってですね、ちょっとこれで遊びに行ったら可愛いんじゃないかなっていう、ただそれだけなんですけど、ここね結構オプションをいっぱい出してて、もういろんなやり口をやってんですよ。だからこういうもう元々はこのトラックだけなんだけど、タイヤ変えますか、何つけますか、カニつけますか、結構ねいろんなことやってんですよ。なので僕もやっぱりあのいろんなもんくっつけたので、ちょっとそれをくっつけるとさらに可愛くなるんですよ。それをねお見せいたします。それじゃあですね、これ今あのトラックのあの煽りを全部こう外したんですけど、外したとか倒した、そうするとこんな感じなのね。で本当はここにもしかしたらあのバイク積み用のやつやったらバイクも積めるし、株ぐらいだったら全然詰めるんだと思うんだけど、これにオプションでこんなのが結構これが可愛いんですよ。これにちょっとそそられたんです。これ乗せるとぽくなるのでちょっと待っててね。はい、みんな吐きろ。ね、可愛くないこれ。これあのパイプのこうベースがあるんですけど、フレームがそれをオプションで頼んで、それにカバーも頼んで、なおかつこちら、これまああのキャンプやる人は分かると思いますけど、これテントなんですよ。これがパタンって開いてこの上にテントができるっていうのを全部くっつけて、可愛いでしょこれ。まあ、これをね、あの今下トラックになってるんで、下に荷物、他の荷物ね、あのチェアだとかテーブルだとかもろもろキャンプ道具全部詰められて、それでもうテントも上に積んでやる。別に俺これ宣伝でやってるわけじゃないのよ、俺買ってんのよ。ジムに行くんでこれを引っ張ってるのが多分可愛いと思うんですよ。なのでちょっとこれでね、ちょっとこれ広げるところまでちょっと行ってみて、でこのテントちょっと広げてこんな感じっていうのを皆さんお見せしますんで、それでは、これねここにね、よいしょ、よっね、皆さんもねこれさえ、この7メンバーさえあればね、こうやってねいろんなものを引っ張れるんですよで、これをつけてからドアを閉めると。ジムニーのちょっとややこしいところなんだけどね、これに箱を乗っけて、またオプションのパーツがあるんだけど、ちょっと持ってきて、これもねオプションなのよね、かわいい。はい、これでちょっと行きますんで、よろしくどうぞ。さあそれじゃあね、ちょっとこれでね、ちょっと走ってみましょう。可愛い感じになってると思うので、
可愛いよな。ジムニー君もねちょっと力出し始めてるからねこれ。可愛い。いいじゃない。なってきましてね、泳ぎに走ってたら大雨になってきたので、テントを出したくても出せないという非常事態でございます。まあ一度雨止むのを待ってねテント出したいと思いますので、よろしくどうぞね。こいつこいつね、ここピッと入れるとこの中にね収められて、持って、雨がもうまた雨来るから、もう雨来る前にねやっちゃうから、ちゃちゃってこれをもうあれだから、雨降ってるからもう出したらすぐ畳む。待って、俺中入るから。あ、いいよ、こっち、中、いいよ、ほら。ほら。これいいよ。これはいいです。あ、上も開くんだ。上今開けちゃうと雨入ってくるからね。今はダメだけど。ほら。いいよ。明るいっす。明るい。ほんまに行こう。ここ開けたら、おし、開けろ。え、そこ引っかかんねん。はい、外か。ほら。いいんじゃない？いいと思いますよ。ちょっと雑だけどね。それなぜかって言うと雨降ってるから。本当だったらね、もっとゆっくりやりたいとこなんだけど、またこの後予報で雨がひどくなるっていうね。今のうちにやっちゃおうっていう。ああ、これいい。いいですか？いいよ。かわいいっすね。ほら。かわいくない？おじさんの。かわいいポーズ。おじさんのかわいいポーズ。おじさんのかわいいポーズ。いいです。これだったら、でもね、引っ張ってって、どっか大丈夫なところ、駐車場借りて止まっても、全然いけるね。よし。今度こそ本当にこれで旅に行こう。これちょっと外から見よう。よ、いいね。ちょっと最後じゃあ締めを取ろう。ほら、というわけで今回はジムニー君にくっつけるですね、このトレーラー&テントね、これもオプションですけどね、全体買うとそこそこするんですよね、そこそこします。細かいのは調べてみてください。乗っけておきますからね。こんな感じで、ほら、かわいい。お、はあ、いいね。
いいですよ。あら、よし、じゃあみんなこれ雨が降ってくるから片付けなさい、片付けなさい。ね、もうこういうのね、こういう人たちがね、今日は来てくれてるんで、どんどん片付けて全部しまっちゃいなさい。ね、ありがたいありがてえ。みんなおじさんなんですけどね、こうやってね手伝ってくれるというね、珍しいです今日ね。いつもは一人でなんかやってるんですけど、今回はねお手伝いしてくれるおじさんたちが来てくれたんで助かりますんで、ありがとうございました。今回は可愛い新しいアイテム、これをご紹介しました。ありがとうございました。